2023年9月21日、ウクライナ各地の民間電力インフラ施設などが約半年ぶりにロシア軍からのミサイル攻撃を受け、一部の地域で電力インフラ施設や設備が破壊され、停電が発生したことを発表したよ。ロシア軍は2022年の秋から2023年にかけて毎日のように、ウクライナ各地の電力インフラなどの民間施設をミサイルやドローンで攻撃して、停電が長期間続かせて一般国民を苦しめていたが、ここ半年ほどは攻撃がなかったよな。2023年の夏が過ぎ、ここからは厳しい冬に向かっていく中で、再びウクライナの一般国民の暖房のエネルギー源である電力を奪う攻撃を再開するのではないかと警戒する声が広がっているぜ。そうだね。さて今回はそんなロシア軍がウクライナの民間インフラを攻撃し、ウクライナ軍がロシア軍の空軍基地を攻撃した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、停電の被害についてはウクライナの国営電力会社ウクルエネルゴが明らかにしたところによると、ロシア軍は21日、首都キーウの他にも西部リウネ州、中部ジトーミル州、東部ハルキウ州などの都市の電力インフラを攻撃して破壊したとして、同社はロシア軍の攻撃が収まって安全が確保できた地域から順番にインフラの復旧作業を進めているというよ。また、ロイター通信によると首都キーウでは9歳の少女を含む7人が負傷したほか、ミサイルの破片が落下したことによって、複数の住宅などの民間の建物が損壊したと報じられていて、この攻撃が昨年来からのロシア軍による非人道的な無差別爆撃の復活であることを伝えているんだ。一方でロシア国防省は21日の攻撃は軍事拠点を攻撃したものであるとする声明を出しており、民間インフラへの攻撃ではないとしているが、これまでもロシア軍はウクライナ軍施設を攻撃したと発表しながら、ウクライナの都市の一般住宅や民間施設の攻撃を繰り返してきたため、その言葉は信じられないとの見方がほとんどだぜ。またロシア軍は同日、南部ヘルソン州でも民間の共同住宅などを攻撃していて、そこでは5人が死亡し10人が負傷したと伝えられているほか、19日に東部ハルキウ州のクピャンスクにもミサイル攻撃があり少なくとも6人が死亡したとされ、20日には中部クレメンチク州の製油工場がドローンによって攻撃され火災が発生したとの情報もあるな。このようなロシア軍による非人道的な一般市民を狙う無差別ミサイル&ドローン攻撃が復活したことについては、先に述べたようなロシアの侵略を受けてから2度目を迎える冬に向けて、暖房を使えないように電力インフラを破壊してウクライナ国民を氷漬けにして戦意を削ごうとする、ロシア軍の可能性が高いと見る反面、先日から度重なるウクライナ軍によるロシア本土やクリミア半島への様々な攻撃への報復と見る向きもあるみたい。ここ数日のウクライナ軍によるクリミア半島及びロシア本土に対する攻撃は、18日にロシアの首都モスクワから北東約 30km にあるチカロフスキー空軍基地に対して、工作員による爆破工作を実施して航空機2機とヘリコプター1機を破壊したことをウクライナ国防省情報総局が20日に明らかにしたよ。当局情報によると工作員所属などは未確認とされているが基地の航空機に爆発物を仕掛け、ロシア空軍第354特殊部隊連隊に所属するアントノフ148型旅客機とイリューシン20情報収集機に、ヘリコプターを爆破したと説明した上で、破壊された全て機体は損傷が激しく修復は見込めない状態にあるとの見方も示し、ロシア連邦捜査委員会がチカロフスキー空軍基地の被害や破壊工作などについて調べているというんだ。この破壊工作に対してロシア側からの発表はなく、ロシア国内の一部のメディアがチカロフスキー空軍基地付近で火災が発生したことを報じたものの、その詳細は伝えられていないみたい。また、クリミア半島においては二重化、ウクライナ軍がセバストポリのロシア海軍黒海艦隊の司令部を攻撃したことをウクライナ軍が明らかにしているぜ。アメリカの CNN が報じたところによると、ウクライナ国防省情報総局のテレグラムチャンネルにこの攻撃についての投稿があり、攻撃したのはセバストポリ郊外にあるロシア黒海艦隊の司令部への攻撃に成功したと伝えられているが、その一方で、
親ロシア派のセバストポリの市長はウクライナの攻撃は迎撃で阻止されたと主張していたらしい。22日になってロシア国防省が、セバストポリの黒海艦隊司令部がミサイル攻撃を受けて損傷したことを認める発表をし、それによるとロシア軍はミサイル5発を迎撃したとしているほか、当初はロシア軍人1名が死亡したと伝えていたが後に軍人1人が消息不明と訂正したぜ。この攻撃についてはロシア国営タス通信が多数の救急車が現場に向かったと伝えているほか、SNS 上にはセバストポリ市内で黒煙が上がる様子を撮影したとされている複数の画像が投稿され公開されていることから、ウクライナ軍のミサイル攻撃によって黒海艦隊司令部に損害が発生していることは間違いないと見られているね。ウクライナ軍では8月以降、クリミア半島にあるロシア軍基地や防空システムといった軍関連施設や設備への攻撃を増やしていて、国防省情報総局のアンドリー・ユーソフ報道官は、ロシアはクリミア半島をウクライナ南部戦線への兵站拠点としていると指摘した上で、それらを潰すことだけが目的ではなく、最終的な目標はロシアに奪われているウクライナの領土であるクリミア半島を取り戻すことだと述べたよ。同時期にウクライナ軍はクリミアの露軍施設や艦艇を標的としたミサイルや自爆攻撃型の水上ドローンによる攻撃を強化していて、9月13日にはセバストポリ軍港の船舶修理施設をイギリスから供与されたストームシャドウと見られるミサイルとドローンによる攻撃を実施し、ドックで修理中だった大型揚陸艦と潜水艦に対して再起不能と見られる損傷を与えているんだ。また、ウクライナ軍はクリミア半島に5機が配備されているロシア軍の最新鋭の地対空ミサイル防空システム S-4400 に対して、8月23日にクリミア半島北西部のタルクハンクト岬にある1機をミサイルによって破壊したほか、9月14日にはそこから約 58km 南のエフパトリアにある1機も攻撃して、これまでに2機を破壊していて、このどちらの攻撃に対してもウクライナが独自で開発した地対艦巡航ミサイル、ネプチューンの最新型のものが使用されたと報じられているぜ。ネプチューンは、ウクライナ軍がロシア軍の侵略が始まった直後の2022年4月に黒海艦隊の旗艦であった、スラバ級ミサイル巡洋艦モスクワを撃沈したことで有名になったミサイルで、初期型は弾頭重量約 150kg 射程は約 300km とされていたが、改良された最新型では弾頭約 350kg 射程は約 360km に向上しているらしい。このネプチューンを開発したウクライナのルチ設計局では、地上攻撃に使用可能な GPS 誘導のレーダーシーカー目標捜索装置をネプチューンに初めから組み込んでいたとされ、これによって発射されたネプチューンは指定された GPS 座標へと誘導され、その座標地点に到達すると搭載されているレーダーによって地形形状を把握して飛翔しながら、あらかじめインプットされている目標を探知して攻撃することができるってわけだな。S400 は、ロシア軍において最新最高の長距離地対空ミサイルシステムで、本来であればネプチューンのような巡航ミサイルを撃ち落とすことが可能なはずなんだけど、実際にはネプチューン撃ち落とすどころか、逆に破壊されたよ。これについて軍事専門家の間では、クリミア半島のロシア軍では防空レーダーと対空ミサイル間の相互支援ネットワークが崩壊を指摘し、アメリカのシンクタンク戦争研究所ではクリミア半島のロシア軍防空システムには、戦術的失敗が発生している可能性が高いと指摘しているな。さらにウクライナ軍は、この防空システム破壊と並行してロシア軍が防空レーダーを設置していた黒海上の石油天然ガス掘削施設も奪還しており、クリミア半島の残る3機の S400 も破壊される可能性が高いと見られ、クリミア半島のロシア軍関連施設への攻撃がより強化されると見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。